はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今回ですね、アナスイコラボの素敵なフリクションが登場。はい、とですね、この動画を収録しているのが2023年の7月の後半なんですけど、今回皆さんに紹介するやつなんですけど、もうちょい前ですね、はい、6月の中頃あたりに発売された商品です。で、今のね、状況を見てると、あるところにはあるし、ないところにはないしみたいな、そんな感じの、はい、ちょっと差があるような感じになってます。あとはですね、今回のやつ、アナスイっていう、ブランドとのコラボなんですけど、そこのね、お店ででも、一部なのか全部なのか分かんないんですけど、ちょっと販売されてるよっていうような、そんな感じのやつになります。はい、でもね、いかんせんね、今回のやつ数量限定なんで、あるタイミングから急に降ってなくなる可能性もあったりとかもするんで、ぜひですね、今回の動画見て、あ、いいなとか、あと今回ね、コーデ例とかもちょっと紹介したいなと思うんですけど、そのコーデちょっと試してみたいと思われた方はですね、ぜひですね、早めに買っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、どうですね、いろんな方がいらっしゃいますけど、今回の動画もぜひ皆さん最後まで楽しくご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、とですね、今回ですね、いろいろと出たんですけど、その中でですね、単品の2本をですね、自分気に入って買ってきました。はい、それがこれらになります。じゃーん。はい、フリクション、いろいろと出てたりしてるんですけど、これね、最近ですね、リニューアルされた、はい、フリクション 3.0 のやつですね。はい、ポイントノックゾーンっていうやつの、はい、それの、この穴水バージョンなんですけど、はい、これいかがですかね、これ。はい、穴水の世界観、めっちゃこれバッチリ出てますよね。はい、もう黒にこの紫っていうの、はい、しかもですね、やっぱさすがですね、このデザインがですね、非常に綺麗な感じになってます。もう世界観がバッチリ出たやつですね。はい、かなりはですね、アナスイファンの方にもおすすめですし、はい、なんかね、黒い筆箱とかにもこれ入れてみるとアクセントになったりとかもしますし、なかなかですね、いろいろと、はい、コーデ、あとは筆箱作りがはかどるアイテムなんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで蝶々とか唐草模様とか、若干ちょっとこのアジアンテイストみたいなのが入ってね、結構面白いような感じの、はい、こんな感じのブランドです。はい、あとでなんか店舗の写真とかね、いろいろと出して、この世界観とかも確認したいなと思うんですけど、今回のですね、情報をちょっとまとめたやつがあるんでね、一緒に見てみたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、どうですね、じゃあこれですね、今からですね、こっちにしようかな。はい、5秒間スクショタイム、いきたいなと思います。はい、いきますよ、よーい、スタート。はい、とですね、今回のやつなんですけどね、数量限定です。で、パイロットのフリクションボールノックゾーン、アナスイコラボになります。はい、で、今回のやつですね、この、自分単品買ったんですけど、これ2種類自分買ったんですけど、実はこれ4種類あります。で、値段がですね、700円。これに税が入るんで、770円です。で、あとはですね、コラボギフトセットっていう箱に入ったやつ、あとはですね、リフィルがね、ちょっとついてるやつがあって、それが1500円になります。はい、ですね、発売に関してが2023年の6月16日。はい、で、仕様に関してはですね、これ単品のやつですね。はい、このペン、長さ 150mm、ちょっと長いですね。はい、であとはですね、最大径が 11.1mm で、重さが大体 14.5g です。このあたりは普通かなと思うんですけど、ちょっと長めな感じしますね。はい、であとはですね、カラーに関してなんですけど、はい、これ自分買ってないやつとかも含めてなんですけど、紫バタフライ、あとは金バタフライ、あとは猫バイオレット、ミックスバイオレット、はい、この4種類出てます。で、あとはですね、ギフトパッケージとして、ローズブラックというのと、あとはローズバイオレットというやつが出てます。はい、今回のね、ペンの特徴なんですけど、黒色ベースのものと、あとは紫色ベースのもの、はい、この2種類大きく出てるかなと思います。一番最初のこの四角のやつですね、はい、これがベースとなるペンの色と思ってください。で、黒のやつと、あとは紫のやつ、それぞれ3つずつあるかなみたいな、そんな感じになってます。じゃあですね、じゃあここでどんな感じで売られてたかっていうのを、はい、出したいなと思います。はい、それがですね、ちょっとこれ文字置いておいて、こちらになります。はい、例えば、いろんなお店で、なんかちょっと重機もですね、なんかそれぞれなんか変わってたり、なんかこういう感じでポンって置いてあったり、いろいろなんですけどね。はい、こんな感じで紫ベース、あとは黒ベース。で、柄もなんかこんな感じで猫ちゃんが書いてあったりとか、あとはこの唐草模様が書いてあったり、あとは蝶々が着てたりとかですね。はい、こんな感じで綺麗な感じになってます。
でですね、まあ、このなんか箱なしで、まあ、こんな感じのやつもあったりとか、あとはですね、まあ、ギフトセットだけこんな感じで売ってあったりもします。まあ、ギフトセットの方は結構こんな感じでですね、お花がいっぱいバーって散りばめられたような、まあ、こんな感じになったりもしてます。でこれ自分行った時なんですけど、これ全部残ってたりもしますよね。まあ、でもお店によってはなんか全然なかったりみたいな感じです。はい、まあ、ローズですね、まあ、これバラですね。はい、まあ、こんな感じになってるよという感じです。はい、であとはですね、まあ、今回のね、やつなんですけどね、はい、アナスイのですね、店舗の方でもね、実はね、売られてるんですよね。はい、ということでね、じゃあちょっとですね、アナスイのね、まあ、ちょっと店舗知らないよという方もいらっしゃると思うので、ちょっと見てみましょうか。はい、まあ、こんな感じです。まあ、百貨店とか、あとはまあショッピングモールとか、まあ、そういうところでもまあ見かけることができるかなと思います。まあ、大体なんかこんな感じの色のお店探したら、アナスイだってね、まあ、わかるかなと思うんですけど、はい、まあ、こんな感じの若干なんかアジアンテイストな感じで、まあ、服とか、あとは小物類とかも売ってるお店です。なかなかこれ雰囲気ね、今回のペンすごい出てますよね。でね、今回のペンもね、まあ、こんな感じお店の中にポンって置いてあるんですけど、ちょっとね、文具店でね、見かけるのとはまたちょっと違う雰囲気でね、はい、なんかいい感じですよね。はい、でもここのね、お店のやつご覧ください。自分行った時はですね、もうギフトのね、まあ、このセットのやつはもう結構これなかったりもするんですよね。で、まあ、ペンの、まあ、種類によってはこれ結構ないやつもあったりとかで、まあ、割とこんな感じ、差が割と極端になんかある感じかなと思って、まあ、これもちょっと面白い傾向かなって思ったりもします。はい、ということでね、じゃあちょっとね、説明の方に戻るんですけど、でね、今回のですね、まあ、このアナスイコラボのやつなんですけど、まあ、パイロットさんとアナスイ、結構今までも何回かコラボしてて、今回がですね、まあ、第3弾になるんですよね。まあ、第1弾が2021年のハイテクシーコレート、で、第2弾が2022年の3月ジュースアップ、はい、あとはまあジュースですね。で、まあ、今回がまあフリクションボールノックゾーンということで、まあ、1年おきぐらいにまあこんな感じでやってる感じになります。ですね、自分ですね、一番最初の時ですね、ハイテクシーコレートの時、はい、飛びついたやつがあるんで、じゃあそれをちょっとね、皆さんに紹介したいなと思います。はい、それがこれらになります。じゃーん、はい、じゃあちょっとこれ文字置こうか。はい、まあ、こんな感じでですね、これ結局もったいなくてですね、まあ、使ってないというかあれなんですかね。まあ、でもいつでもこれリフィル入れてまあ使うことができるんで、またなんか筆箱作るときに使おうかなって思ったりもします。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、この取っ手のところがこういう風になんか変わったようなこの穴水のやつ、これもバッチリ世界観で出てていい感じですよね。はい、あとはもう軸ですね。はい、まあ、こんな感じのやつとか、まだちょっとなんか引き出しの中にあるかもなんですけど、はい、まあ、ちょっとすって出せるやつがこんなんなんですかね。まあ、こんな感じのやつ、まあ、今回のやつともこういう感じ合わせてみるのもバッチリですね。はい、まあ、非常に合うことが、はい、合わせがいい感じでできるかなと思います。このね、ハイテクシーコレートのやつもまだ場所によってはまあ残ってたり残ってなかったり、もうだいぶなかったりしますけどね。はい、残ってることもあったりもするんで、まあ、ぜひ気になった方は今回と合わせてみてですね、まあ、買ってみてもいいんじゃないかなって思ったりもします。はい、でですね、まあ、さっき見ていただいたように、まあ、今までもあったし、まあ、ケースがついてたりとか、あとはまあマステとかがね、まあ、セットの時とかもまあったような感じになってます。はい、であとはですね、まあ、今回のやつの特徴なんですけど、通常のフリクションボールノックゾーン、はい、まあ、これなんかね、いろいろとですね、まあ、種類出てるんですよね。じゃあちょっと出したいなと思います。じゃーん、はい、まあ、ちょっとこれ自分また動画とかで紹介したいなと思うんですけど、こんな感じの綺麗なマーブルみたいな感じになったやつとか、あとはですね、S20 とか S30 とかのシャーペンとかでも見られる樹脂顔真革材バージョン、あとはまあゴムタイプのやつになるとか、まあいろいろと出たりもしてます。で、今回のやつに関してがこのゴムバージョンのやつですね。はい、でもこんな感じで紫色になってたり、先端のここですね、なんか芯のブレ防止のところもこんな感じで紫になってたり、割と凝ったやつになります。まあ、これ自由に組み替えてみてもですね、まあ合うんでね、面白かったりもするんで、はい、まあ、そういうような意味合いでも結構今回のやつ買う価値とかあるんじゃないかなと思ったりもします。しかもこのね、紫って結構黒とあったりとかもするんで、はい、まあ、今出てるこのフリクションのね、この3.0 のこのやつと、まあ、結構合わせることが面白いんじゃないかなと思ったりもします。はい、というような感じなんですけど、まあ、今回のやつが、まあ、ゴムベースのやつになってて、まあ、そのゴムのやつ、まあ、これが500円に、まあ、税550円です。まあ、これよりも、まあ、200円まあ高い感じになってるんですけど、まあ、そこまでめちゃくちゃ上げてるというわけでもないかなって思ったりもするんで、まあ、ぜひですね、まあ、こっちの方がいいかなって思われた方は、まあ、こっち行っていただいてもいいんじゃないかなと思います。
はい、であとですね、ギフトパッケージの方はですね、リフィルのやつバージョン2のやつですね、外側が金属になったやつですね、はい、それの黒が2本入った、ロゴ入りのオリジナルリフィルケースが付属している感じです。であとですね、ギフトパッケージのペンの柄っていうのは2023年のアナスイの、コレクションに登場した、新作のローズ柄を採用しているよっていうところが、特徴になります。でアナスイに関してはですね、アメリカ出身のファッションデザイナーが1980年に設立したブランドです。でアジアンテイストで、紫色、こんな感じの色ですね、が特徴的になってます。もう店舗のこの写真見たら、大体これが雰囲気なんですけど、めっちゃバッチリ出てる感じですよね。はい、では服とか香水とかバッグとか財布とかアクセサリーとかもいろいろとですね、出してる感じになります。ぜひご存知なかった方はこの機会にですね、覗いてみてもいいんじゃないかなと思います。でところによってはですね、人気の差が激しいですね、アナスイの店舗でも場所によっては販売したりもしてるんで、ぜひ皆さんアナスイで買ってみてもいいんじゃないかなって思ったりもします。はい、ということですね、じゃあ今回のねペンなんですけどね、ちょっとですね、コーデちょっと楽しんでみましょうか。せっかくここでね、ファッショナブルな、ペンなんで、はい、こんな感じで、はい、非常にこれ、穴水同士でも綺麗に合わせることができますし、今回のやつ結構ですね、黒にあったりするんですよね。はい、穴水結構女性がメインターゲットのやつなんですけど、最近なんか男性女性とかあまりね、ちょっと世の中の事情的に言わなくなってきた感じなんですけど、割とですね、男性が割と好んで持ったりとかもするこういう黒いペンとかですね、はい、こういうのにもですね、こういう風に合わせてみるとかなりバッチリ合うんですよね。はい、であとはですね、今回のね、ペンをね、例えば自分買ったやつですね、これ見てみると、これらですね、はい、ここのところに、金色とか、あとはですね、こんな感じでちょっとピンクみたいな感じのやつがあったりするんで、ピンクのペンとかもちょっと混ぜることもできますし、金色の要素が入ったやつとか、合わせてみてもいいんじゃないかなと思います。例えば今手元にあった、こんなペンですね、ちょっとこれガンメタリックだったりもするんですけど、ここのところに金の要素が入ってて、はい、このペンと、このペンみたいな、こういう風な感じで、はい、黒の中に入れてみるみたいなのも、ちょっと綺麗なんじゃないかなって思ったりもします。はい、であとはですね、紫系のペン、はい、足していきましょうか。紫でもいろいろあったりとかもするんですけど、思い切ってですね、こんな感じの可愛いやつとか出してみましょうか。じゃーん、はい、なんかサメがついてるやつだったりとか、なんかちょっとサイバーチックなやつだったりとか、結構これファンシー文具系のやつなんですかね。こういう風にこういう風に合わせてみると、はい、なかなかこれいい感じですよね。はい、もっと紫がこういう風に強調された、ネオン的なカラーリングのやつとか、合わせてみてもいいですし、でね、筆箱に関してはですね、こんな感じのやつ出してみましょうか。じゃあファンシー文具のこれ紫黒、あとは白系の要素が入ったやつですね。はい、結構こういう風な服、ピープス系ってなんか言ったりとかもするんですけど、こういう系と非常にいい感じでこうやって、はい、コーデすることができるんじゃないかなと思います。で、このピープス系さらにですね、こんな感じの、はい、ポップな感じでちょっとネオン的な感じの、こんなやつですね。結構80年代70年代スタイルはなんかそういう風な感じだと思うんですけど、こういうのとも非常にこうやってバッチリ合わせることができますし、あとは例えばこんな感じのやつですね。はい、こういうような世界観とかで非常に今回のやつ合わせることができるんじゃないかなと思います。お店は結構ちょっとね、高級感があるような感じなんですけど、こういう風な感じのね、世界観みたいなのを合わせてみても、これまた結構面白いんじゃないかなと思うんで、はい、いろいろとですね、皆さんコーデが楽しかったりはかどるアイテムになるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、じゃあちょっとね、コーデ例をね、今お見せしたんですけど、ちょっと自分今ね、これやりながらちょっと気になったことやってみましょうか。はい、これとなんかね、この辺なんかちょっと組み替えてみたくなったんでね、ちょっと組み替えてみましょうか。はい、多分同じやつなんで合うと思うんですよね。はい、ちょっとデザイン的にあれなんですけどね、ちょっとこんな感じの遊びとかもね、ちょっとすることができて、これ面白いですよね。はい、こういうのもできるかな。はい、こんなやつができたりとかですね、なかなかこれパーツとしてね、今回のやつ買うのもやっぱりこれありな感じですね。これとこれせっかくなんで変えてみましょうか。後でちょっとですね、取り替えたいなと思うんですけど、これ綺麗ですね。
はい、まあ、こんな感じでね、やることもできたりとかもするんで、まあ、ぜひですね、皆さん楽しくですね、まあ、こういうふうなコーデやってみたりとか、まあ、今回ね、使ってみてもいいんじゃないかなって思ったりもしました。あとは、まあ、パイロットさん、他にもですね、まあ、同じようなアパレルブランドとか、なんかそういうのとかで、そうですね、ポール&ジョーとか、あとはですね、まあ、自分今、こういう手元にあるんですが、このマリー・クワントとかですね、はい、まあ、こういうところとかとも あったりするんで、まあ、話のついでとか、一緒に、まあ、これも合う、うん、結構、特にこのマリー・クワントに関しては、世界観が、まあ、黒白なんで、まあ、割と近かったりするんで、はい、まあ、合わせることも楽しかったりするかなと思います。はい、という中でですね、まあ、いろいろと楽しい、まあ、ペンが登場しました。ぜひですね、皆さん数量限定なんで、お早めに買ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、とですね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画良かった、参考になったよという方は、ぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたい視点で見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。